程度の知的障害で社会的にうまくいっている女性って結構多いんですよね。本人に聞いてみるとあそうだよ。っていう料理研究家の隆二さんが最近また炎上してましたけど、多分昭和に生まれてたら飲んだくれの使えないやつっていうのだと思うんですよ。 まあその発達障害とは何ぞやっていうのが結構難しいんですけどあのまあざっくり講義でいくと10人に1人発達障害って言われる要素を持ってるんですよねだから僕も多分発達障害と言われる要素を持ってるんですよで多分3人ぐらいあのお医者さんに診断に行ったら1人ぐらいは多分発達障害の診断出すと思うんですよねすにそのあの発達障害とは何ぞやっていうのが何らかの性格だったり能力だったりで社会で問題を起こしている人が発達障害という診断 をんるんですよ。で、あの amazon のえっ、ー、と社長でいうあの創業者でいうあのベゾスさんっていう人がいるんですけど。 で、あの、ベゾスさんって、あの、考え事をしてしまうと、あの、ガチで周りのことが見えなくなってしまうっていう人で、なので、ベゾスさん会議中に、なんか突然こう、あ、これなんだろうって考え出すと、もう考え事モードになってしまって、その固まっちゃうんですよ。あの、ベゾスさんの椅子だけ、あの、事務用のあの、下のローラーになってゴロゴロゴロっていう椅子になってるんですけど、あれで、次の会議室まで他のスタッフが押していくらしいんですよ。で、ベゾスさんこう、椅子に座ったまま考えたまで、で、こう、ベゾスさんフッて気がつくと、別の会議室にして別の会議になってるみたいな、 っていう状態だったりするんですよ。で、あの、イーロンマスクとかも結婚してるのからず、えっと、子会社の役員にした若い女の人に精子提供をして子供を作って、それを自分の奥さんに言ってなかったんですよね。 なので、あの、仕事だからって言って、あの、まあ、その会社とずっとこう、まあ、密接に仕事をするわけじゃないですか。で、あの、イーロンマスクさんって仕事大好きなので、あの、会社の工場で寝、ね、泊まりしたりとか、会社にずっとあの、泊まり込んだりするんですよ。っていう感じで、あの、子会社のその女性スタッフ、女性幹部ともずっと一緒に仕事をしてるんですけど、で、ある時になんか一、ね、1歳か2歳ぐらいになって、その女性幹部が子供を連れてきた時に、あの、お父さんとして振る舞ってるのを、お母さん、奥さんが見て、何どういうことって言ったら、 あ、精子提供したよって言って、めっちゃ揉めるっていう <laughs>。本当に精子提供だったのか、まあ、どういう形で提供したのか分かんないですけど、はい。だから、あの、お金持ちだから、あの、割となんか、イーロン・マスクすげえって言われてるんですけど、あの、モラル的な面でいくと人間として相当ひどいんですよ。あの、他人として見るとめちゃくちゃ面白いんで、僕は好きなんですけど、また別にほら、友達でもないしさ、別にその、イーロン・マスクの彼女の奥さんでもないから、イーロン・マスクがどれだけひどいことをしても僕にデメリットは何もないから、だから別になんか、やっぱ狂って いでもあの、そういう人が、多分だからあの、その発達障害かどうかっていうのでいくと、成功してその、あの要は、偉い人で社長だから何の問題もないですけど、一般会社員だったら完全アウトだと思うんですよね。なので、そういうのがあったりするので、なので、発達障害でも社会で問題がなければ別にいいよねっていう形で許されてるので、なので、厳密な形で、その能力で言ったら発達障害っていうのはだいたい10人に1人ぐらいいるって話なので、なので、僕も多分その社長業的な状況にはなってるで、 なので、なのであの会社員ではないので、こうやらかしても遅刻しても、あのなんとか暮らしていけるんですけど、でもこれ、が会社員だったら相当難しいんだろうなと思うんですよね。そう結局あの 社会で生き残るためのある程度の才能というのがあって、で、そうすると、あの、欠点を凌駕するだけの才能があればいいんですよね。だから僕がその時間を守れないとか朝起きれないっていうのは、別になんか時間守れなくても朝起きなくあったとしても、他にできることがあるので、じゃあその他の部分で、こいつはこう、社会の中で価値があるよねってなってれば別にいいっていうのがあるので。なので、あの、軽度の知的障害で社会的にうまくいっている女性って結構多いんですよね。 要するに、あの、女性って、あの、見た目がいいと結構社会的にいいとこまで行けちゃうことが多いんですよ。なので、あの、話してみると、あ、この人、軽度の知的障害だよねっていう、で、本人に聞いてみると、あ、そうだよっていう人って結構いるんですけど、別に見た目も可愛いし、話をする分には面白いから、全然問題ないよねっていうので、なので、その、 要はそのじゃその人に経理の仕事をしてくださいって言ったら、会社の中で会社員として経理の仕事をしたらアウトなんですけど、でも別にじゃあその、それなりに面白い話をしてくれて、なんかあの楽しかったよねっていうので、なんかそののの飲み屋かなんか談笑してる分には何の問題もないんですよ。だからそれはそのなんか、能力とそこに要求される仕事に対しての、その中の必要な技能の話で、ただその楽しくお酒が飲めて、で、あのなんか、料理ができてというだけで、別にじゃあ、飲食店で働く分には何の問題もないよねと。でもその人に会社員やらせたら 全然アウトだよねって話したのでなのでその能力によって何ができるかって話だと思うんですよねだから例えばその竹井壮さんって能力値が高いと世間的に言われてるんですけどあの人会社員にしたら多分全然使えないと思うんですよねだからその足が速いとかさ会社員って全然いらないでしょ だ会社でさ、なんか、よろしくお願いしますって入ってきたやつがさ、俺、ライオン殺せるっすとか言われてもさ、いや、うちの会社はライオンとか殺さないんで、あの、その能力全くいらないんですけど、みたいな。<laughs> いや、うちはあの、ゴリラと戦うとか、あの、業務にないので、その能力、あの、言われても困るんですけど、みたいな。で、あの、100メートルめちゃくちゃ速いっす。いや、あの、大阪出張新幹線乗るんで、あの、走っていくわけじゃないんで、全然いらないんですけど、みたいな感じで、まあ、じ武井壮さんって、街で使えないと思うんですよ、会心だとしたら。 で、あの人なんかあの、毎日必ずなんかあの、100メートルで走るのをなんか1時間ぐらいやるじゃないですか。で、なんかこう、夜中とかの会議中に、あ、今走る時間なんだよみたいなので、こうなんか六本木とか走り出しちゃったりすると、あ、また行っちゃったよ、みたいなね。だからそのね、あのね、スポーツ上手いとかって、社会的にはすげえ評価されるんだけど、あの、会社員としては、 基本的にはスポーツ前は何の役にも立たないんですよ。あの、スポーツをやってた人は、チームワークで、その、要はあの、人と一緒に関わるという仕事をする中で、チームワークで物事を進める能力が高いというのがあって、そのスポーツをやってた人が優秀だよねはあるんですけど、スポーツそれ自体の能力が大事なわけじゃないんですよ。えっ、ー、と、ノッコンさんってあの、150キロぐらいあって、あの、ブレイキングダウンとかにも出てる、あの、その元々ラグビーの、ラグビーはあの、日本代表まで行ったんだっけ でも、あの人別にあの、で、そのなんか実業団で会社員だったらしいんですけど、でも、150キロあって、めちゃくちゃ強いとかって、会社員としてやっぱり必要ないんですよね。あの、超絶強いし、あの人が本気でぶつかったら、たぶん誰も勝てないんですよ。全員吹っ飛ばされて終わるんですけど、でもその能力って会社員としてはいらないじゃないですか。なので、その、会社員として必要な能力というのを、割と社会の人って重要視しすぎてるんですよね。だから別にその、会社員じゃなくても社会で暮らせる じゃ武井壮さんは別に会社員やってないじゃないですか、で別にノッコさんみたいに、じゃあ YouTuber やりますとか、そうなんかあの格闘家として生きてきますっていうのも全然いいと思うんですけど、なので、そのいろんな生き方、世の中にあるよねっていうところで、別にその会社員ができないは、僕、会社員にならなければいいだけだと思うんですよ。だからそのスポーツ不得意ですっていう人は、スポーツやりません。 ただ、別にその、向き不向きの問題なので、その無理して自分のその向いてない、やれないことをやる必要ないと思うんですよね。でもなぜかその会社員になる能力がない人は、なんか社会的には厳しいみたいになっちゃうと思うんですけど、もう中山筋まんに君とか、だから会社員としてひどいと思うんですよね。なんか、あのやたらパワーしか叫ばねえし、で別になんかあのお笑いで笑いを取ってくれと言ったら、そこまで取れないっていう、微妙なところなんですけど、でも中山筋まんにも YouTuber としては全然うまくいってるじゃないですか、あの筋トレの仕方とかしてたりして。 なので、その、あの、どういう能力があって、それが社会に生かせるかどうかっていうので、なので、その、世の中としては僕、すごいいい社会になってるなと思うんですよね。あの、料理研究家のリュウジさんが、最近また炎上してましたけど、リュウジさんって、あの、料理を作り続けることができない人なんですよ。 えっと、厳密で言うと、あの、レストランとかで美味しいメニューを発明して、で、その美味しいメニューというのをレストランで同じメニューを作り続けるというのが、レストランでの経営っていうことなんですよ。 だ例えばじゃあさ、僕が、えっ、ー、と、めちゃくちゃ美味しいペペロンチーノを発明しました。で、そのめちゃくちゃ美味しいペペロンチーノを毎日作り続けるレストランを作ると、そこのお店を繁盛するんですよ。でも、リュウジさんって、めちゃくちゃ美味しいペペロンチーノを発明はできるんだけど、同じものを毎日作り続けられないんですよ。<laughs> なので、2、3日ペペロンチーノ作ったら飽きちゃって、もう俺やりたくねもう俺できねえ。とかってなって、酒飲み始めちゃうんですよ。 っていう人なので、その面白いその美味しいレシピ、でしかも簡単なレシピを思いつく能力はめちゃくちゃ高いんだけど、それを金にする能力っていうのが、昔はその社会になかったんですよ。要するにその美味しい料理を思いついて、それをやり続けられる人というのが飲食店という形でうまくいくんだけど、その飲食店以外に料理を発明する能力というのを求められることがなかったんですよ。 ところがどっこいい、そのなんかあの、リュウジさんのバズレシピみたいので、その、簡単に作れて美味しい料理というのを、じゃあその、インスタグラムで出しますとか、YouTube で出しますってやると、それだけで再生数が回って、結構な収入になって、で、しかもその、知名度が上がってきたので、じゃあリュウジさんが出すカップラーメンですっていうと、あ、どんなんだろう食ってみたいってうので、めちゃくちゃ儲かるっていうような状態になったんですよ。 っていうのは、これは社会の中で YouTube のようなものだったりとか、その Instagram のようなものだったり、で SN、SNS のようなもので、その、この人面白いよねっていう知名度が出来上がるという社会のインフラが出来たおかげで、ユージさんめちゃくちゃ儲かるっていう状態だった思うんですけど、多分昭和に生まれてたら、ただのなんかね、料理、面白いことを言って、たまに料理すると美味しいけど、飲んだくれの使えないやつっていうのだった思うんですよ。 っていうのがあるので、なのであのこう、社会にとって、のこの人の能力っていうのが、そのうまくか歯車がかみ合うときと噛み合わないときっていうのがあって、なので、YouTube とか SNS プラットフォームっていうのができたときは、料理研究家っていう人たちは、めちゃめちゃうまくいくんですけど、そこのプラットフォームがあるかどうかの問題だと思うんですよね。さ、ね、さんの,あのもし興味があったらレシピ見てみてみください発発達達障障害害でですすか僕よ ホリエさん、ホリエボーンと呼ばれるホリエさんと一緒に喋ってたんですけど、あの、多分ね、ホリエさんも僕もね、ADHD 的なやつなんですよ。は、あの、多動、んハイパーアクティブ多動性症、そう、ADHD ってあの、コメント書かるんですけど、多動と呼ばれる、あの、良くないやつなんですけど、ただ多動力って言い方をするとそうだよねってやつで、その、なんかね、 興味がね、いろんなところに行っちゃうせいで、で、興味がいろんなところに行っちゃうにもかかわらず、あの、集中したところにだけ異常に集中するっていう、超ややえこしいやつなんですよ。 あの、要は、ね、えっ、ー、とね、いろんなものに興味がいくから、ふわふわした割に、なんか、これだけは超気に入ったっていうと、それだけにめちゃめちゃ集中するっていう、えー、そんな超どうでもいいやつに集中するのみたいな、他から見ると、あの、すげえめんどくさいみたいなのが、ADHD の特徴なんですけど、なんで、堀江さんと僕多分それです。はい。あの、信頼受けたことないですけど。 HSS 型 HSP という気質で新しいことに挑戦するために疲れて寝込んだりします。日本人の2割が HSP らしいのですが、気質と諦めるしかないのでしょうかなんかあの、田村、ロンドンブーツの田村淳さんが HSP でっていうのをなんかどっかで言ったら、お前はそんなんじゃねえよって言ってなんか怒られたってよくわかんない話を聞きました。はい。あの、気質なら気質なんですけど、なんだろうな、あの、諦めるなら諦めればいいし、諦めたくないなら諦めなくてやればいいんじゃないですか。その、まあ、僕、多分その、 多動症なので ADHD 気味ではあると思うんですけど、その何か診断を受けたことはないんですよ。で、で、まあ、どちらかというと僕その集中力が、その ADHD の人って集中力が続かないとか、あの、要は他人とのコミュニケーションが苦手であるとかって言われがちなんですけど、僕でもコミュニケーション能力そんなに低くないと思うんですよね。<laughs> なので、あの、やってみるとなんとかなるので、やってみればなんとかなるんじゃないですか。 かけてもいいですけど、チャンネル登録した方がいいです。